こんにちは、ニコチンです。今日はですね、下北沢に来てまして、前ね、グラフィティワークショップっていうのをチャンネルでやったんですけど、グラフィティつながりで面白いイベントがあるよってことで下北沢に来てます。はい、こちら下北沢、今ケージっていうところ、場所はここじゃないんですけど、先にケージでいっぱいということで来てます。はい、どうもこんにちは、キャロルさん。どうも。はい、どうもキャロルさんです。今日はキャロルさんの紹介で呼んでいただいて、あ、めっちゃキャロルさん小顔効果ですけど。ほんまや。それではとりあえずね、ケージの方から行ってみましょう。レコーはめっちゃ売ってます。 LP、R&B、LP、 すげえ、でも普段見ないような機材が、あ、なんかこういうやつも、すごい格好舞台って感じで野球のヘルメットとか、1800円。あ、これで絞ります。そうそう、おお、早速乾杯。レインボー倉庫ってとこでやってるみたいで、3階ですね。行きます。スサノオさんです。3階。あ、なんかいろいろ展示されてんだ。おお。あ、で、中入って、そっからまた上。お、やってる感すごいっすよ。あ、こんにちは。こんにちは。はい、Thank you。早速。マガジン的なジン。白黒でも結構いいですね。次は何欲しいってことで、なんかリクエスト今から取ります。リクエスト、こんなの聞きたいなっていうのを教えてください。何でもいいのかな。何でもいいよ。何でもいいのかな。何でもいい。でもマイクルジャクソン。J-POP。 あ、 J-POP。 あ、じゃあ僕なりの J-POP でいいですか。大きな帆を立てて風になりたい、何一つ